今回この生まれ変わった「本麒麟」を初めて飲まさせていただきましたけれども主役としてもねお酒だけでも楽しめるしお料理のお供としても楽しめるしこの役者で言えば主役もできて脇役もできるマルチプレー万能選手です。いいろんなもものを見比べてますすけどもやっぱり美味しいですよ安心感がある おいしさとともに、ね、僕ら何を求めるか安心感ねここなら裏切らないだろう歌舞伎っていうのも伝統がある歌舞伎を見れば絶対的な感動を味わえるだろうって信頼じゃないですかそれはもうあの伝統で築き上げてきたねこれは長い時間をかけないといけないからそれは大変な強みだと思いますすす、うん、もう、ね、間違いない,です <laughs> いいですかいいなででかただきます。はい ことに結構な味ですよ重厚感あの厚みが増すっていう芸でも厚みが増すっていうんですよとてもこう重みが出るっていうかそういう感じで重厚感あふれるというかねイカの塩辛が欲しいね <laughs> 極めたいいやもうそれは日々 自分のの舞台役者としての道を極めたいってもうそれはあのキリンさんも多分同じことだと思います伝統がある次へつなげていくためにはねあの終わりがないですから常にあの日々どこでもいいどんな細かいとこでもいいから進化させようってよりよくねということを常に考えてこれはもう終わりがないんじゃないかなだから改めてというよりかは常々思ってるということでしょうね。日々自分の与えられた舞台を 進化させるってことですね、うん、難しいこと言うねこれを一言で言うならなんだろうねこれは難しいねもう魅力がありすぎてね古くて新しいということかなやっぱり伝統を積み重ねた中から生まれてきた新しいも古いものこそ新しいっていうねだからクラシックだしねこの重厚感もそうだしねそういう意味でこう最先端って感じかな そうね、あのキリンさんほら伝統があるってことは型だからね破れる型があるからあの型がないんで破ると型なしになるけどもこれはしっかりした型破りだからまた次今度これが破られる時代が来るんだろうけどもそれまでは最先端を突っ走ってまたこの本気でがパーンとねどんどん進化していってねとど、えー、まるところを知らないっていうね、うん、これもうイカの塩ら これ僕の好みですよ <laughs> ああのホタルイカとかねおきづけとかステーキとかお肉にも合いますねがっつりしてるから。